なめ川市は、富山県の東部に位置する市である。ホタルイカの漁獲量が多く、富山湾沿岸のホタルイカ群有海面は、国の特別天然記念物に指定されている。なめ川市のキャッチコピーは、ときめき輝き光の町なめり川。なめメ市中心部周辺の空中写真、1975年撮影の2枚を合成作成、国土交通省国土地理院地図、 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。明治以降の滑川町は面積が小さく、富山県内で最も人口密度が高かった。1952年に市政志向を目指して一町七家村で化石号合併審議会が幾度も開かれた。東和美村の全会一致の反対で一度は頓挫したものの、山和美村が離脱市場市長と合併した後は、 全会一致で可決、一旦町として合併してから死になる形を選択した。町名の候補には、奈美川の他にも、河石、佐月、香川、大日、荒磯、七輪が挙げられていたが、最終的には、知名度のある奈美川が採用された。また、この当時は、水橋町など一町三家村との合併構想もあり、実現すれば、 面積75.5平方キロメートル、人口約5万人となり、富山市、高岡市に次ぐ、県下第3の人口規模の市となっていた。滑川郵便局滑川駅中、滑川駅高速バス路線バスタラソピア。ありがとうございます。